はい、どうも、みぐまです。今回はですね、前回の続きということでですね、デジモン超進化ですね、バトルスピリッツのバージョン 1.5、 こちらのですね、1ボックス目の今回は左の10パックを開けたいと思います。はい、箱ちょっとかっこいいから取っとこうかな。こちらですね、左の10パック開けてオメガモンを当てたいと思います。それでは1パック目ですね。はい、ズドドン、はい、モンザエモンですね。これ全何種なんだ、全86種プラス2なので88ですね。揃えたいモンザエモン。お、一角モンいいですね。一角モン、ピノッキモン、これは前回も出たな。ナイトレイド、アグモン、きたー、アグモン、これ当てなきゃ話になんないですからね。レア、じゃん、無限ドラモン、あれ M マスター、ウソン、かっこいい、かっこいいですね。究極体はマスターとかそういうとこ感じなのかな。はい、じゃじゃん。はい、次2パック目。あ、でもそういえばまだボーグレイモンもメタルガルルモンも当ててない。欲しい。あ、失敗した。じゃん、懐かしい。こいつちょっとキモかったな、頭脳みそみたいなので。ベータモン、チーン、あ、パロットモンね、ピコデビモンですね。あ、エテモン、なんかそろそろ結構かぶってきますよね。デジバイス、チーン、お、バンデモン、あ、でも究極体、あ、完全体か、レアですね。バンデモン、イケメンですね。バンパイア系、アトスピブですね。はい、3パック目。はい、じゃじゃん。ユニモン。そろそろもうコモンぐらいだと大抵持ってるかな。持ってなかった。ゲコモン。あれ、当てた？ゲコモン。ジュレイモン。あ、これ当たってたな、さっき。双翼ランプ。かっこいいですね。ファイルトも当たってる。ブリザードウォール。これは持ってないですね。レア。いいですね。どんどんオメガモン欲しくなる。4パック目。はい。メガドラモン。これも当たったかな？ゲコモン。あ、ヌメモンだ。当たってなかったかも。ヌメモン。シャドウウィンク。これも持ってないですね。テントモン。来たー。あ、何これ、エテモン。コモン。なんだこれ、かわいい。ドット絵バージョンだ。ドット絵バージョンもあるんだ。あ、なんかしかも、なんかザラザラしてる。これは価値のあるコモンですね。テントモンだ。なんか、テントモンのあの、関西弁だか、なんとか、なんなんかよくわかんない感じの、あれが好きですよ。私、テントモン。しかも、何気に声優桜井さんっていうことを知って、豪華だな。じゃん。はい、5パック目かな。チーン。メカノリモン。はい。これも当たってる。お、グレイモンですね。スカモン。ヘブンズナックル。クリサリモン。いや、これディアボロモン系揃うんじゃないか。じゃん。あ、言ってたらディアボロモン出てきた。マスター、ディアボロモンですね。よし。あれ、ディアボロモンでも2体目だな。次、6パック目ですね。6パック。よいしょ。よいしょ。あ、開き方が悪い。よいしょ。はい。あ、ガルルモンですね。コモン。コモンなのにテカってるんだよな。かっこいいぜ。メタルエデモン。最強って書いてあるね。オタマモン。スパイラルマウンテン。アルティメットストーリー。あ、パタモン。かわいい、パタモン。映画でパタモンが感染するところ。あ、言っていいのかな？ちょっとネタバレになっちゃうかもしれないですけど。泣きました、私。あのシーン。はい、パタモン。かわいい。いいですね。選ばれし子供たちのデジモンたち揃ってきましたよ。
で、私ゴマモンが一番好きなんですけどね、かわいいゴマモン、カブテリモン、コモンなんだカブテリモン、これ気持ち悪いですよね。でもよくよく見るとカブテリモンってかっこいいですけどね。ハグルモン、メラモン、ヌメモン、シャドウウィン、おっゴマモン、かわいいこのゴマモン、やば、聖獣、やばい、かわいすぎる、強いのかな、わかんないんですけど、ゴマモンめっちゃかわいい。でも進化すると一角モンになっちゃって、ちょっとタイプじゃなくなっちゃうんですよね。進化後だったら、うん、ガルルモンが一番好きですね。あ、また来た、カブテリモン、ベータモン、お、プロットモンだ、あれプロットモンコモンなんかい、プロットモンだ、無限マウンテン、トノサマゲコモン、おお、キャンペーンだ、オファニモンフォールダウンモード、やっとかっけー、やばい、かっこいい、これめっちゃかっこいいわ、やばい、いいですね、かっこいい、こっちか、キューパック目ですね、やばい、オメガモンが全然来ない、てか X レアも全然来ないぞ今回、一つのボックスに X レアって何個ぐらい入ってるのが相場なんですかね。箱買いしたことないんですよね、ボックスを。メガシードラモン、ピコデビモン、ナイトレイド、エテモン、あ、ガイアフォースだ、来い、うわ、メタルガルモン来たー、かっこよし、これかっこいい、やばい、これも新規イラストかな、効果とか全部一緒なんですよね、多分イラストが新規なだけで、めっちゃかっこいいっすわ。 X レア来ました、 X レアやった、ふう。X レアはじゃあ4枚ぐらい入ってるもんなんですかね、最後ですね、よいしょ、あ、一角もんさっき話したばっかですね、これゴマモンからこれになるんですよね、目は可愛いですけどね、トゲモン、なんか奇抜なデザインゴツモン、デジブライス、ソウルクランプ、お、なんだこれ、マークオブゾロ、メタルガルルモンの技です。レアですね。はいはいはい。なるほど。はい。ということでですね。今回も10パック開けさせていただきました。今回はそんなにレアが入ってなかったかなっていう印象かな。さっきの前半10パックの方がレアが多かった感じがしますね。はい。ということでですね。レアとかをですね、整理しました。まず、レアですね。今回出たレアが、アグモンで1。で、2、3、4、5、6、7、8、9の9種類ですね。出たレアがとりあえず9種類で、次が、マスターレアですね。が、ディアボロモンと、無限ドラモンの、2種類ですね。で、X レアがメタルガルルモンで1種類で、キャンペーンがオファニモンフォールダウンで1種類、これでキャンペーンモードはとりあえずコンプリートですね。キャンペーンモード、キャンペーンレアは、コンプリートですね。で、一応、コモンなんですけども、ドットエっていうことで、意味のあるコモンと私が呼んだですね、これが1種類ですね。で、残りは全部、コモンでしたということで、1パック開けた段階で全何種類出たかっていうのも、後々計算しながら、あと何が出てないのかっていうのも見ながらやっていけたらなというふうに思っています。この動画気に入っていただけたら、高評価やコメントなどよろしくお願いします。またツイッターもですね、やっているので、よろしければフォローの方よろしくお願いします。以上、みぐまでした。